皆さんこんにちは、保仙田塾の保仙田です。体調というか、テンションとか体のコンディションなんですけど、普通がね、絶好調ぐらいしかないんですよ。咳出るなとか、ちょっと鼻出るな、普通だなみたいな。それ以外なんか絶好調みたいな感じなんですよね。私は結構いつもね、かなり元気ね、風邪ひいたぐらいの方が普通の人と同じぐらいの感じなんですけど、皆さんどうでしょうか。私は絶好調という言葉が大好き。保仙田式日本教室ということで、ちょっとね、定期テストもちょっと終わって、中学生内容の勉強も少し落ち着いたので、日本語系を中心にですね、ちょっと動画を撮って、ね、自分のテンションを上げていこうと思いますね。もちろんいつもの動画もテンション上がってますからね。自動詞多動詞って何とね、自動詞と多動詞ってよくね、なんだこれ難しいなって言われることが多い分野だと思うんですけど、この動詞ね、何かこう動きを表すような言葉の中で字がつくもの自動詞、他がつくもの他動詞っていうふうに、こういった2種類の区別があるというふうに思ってください。じゃあそれを区別どうやってするのかっていう話なんですけど、自動詞っていうのは基本的にどういう形を取るかというと、 A が V するって形なんですね。 A 君、A というものが V という動作をするよみたいな感じで言うと、例えばドアが開くという、動作だったりとか、火が消えるという動作ですね。こうですね。で、こういうのね、自動詞というふうに言うんですけど、ちょっとね、先に他動詞の方を見てみようと思うんですけど、他動詞っていうのは、A が、これなんですよ、ポイントは、B を V するっていうふうに言ってて、この B をの部分がよくね、目的語とか、対象物、対角とか、ね、対角を表すよとかっていうんですけど、目的語だなと思ってください。で、例えばどんな例文があるかというと、保仙田がドアを開けるね。あと、保仙田が火を消すみたいなね。こういったドア、この開けるに対してドアをとか、消すに対して費用とか目的語って言うんですけど、こういったものを取るものを他動詞っていうふうに言うんですが、ただですね、ちょっと何々をっていうのはいつも目的語じゃないので、じゃあ自動詞他動詞っていうのを見分ける一番のポイント、軸になるポイントって何かね、外国人の皆さんには最初の段階ではこういう話はちょっとどこまでいくと、本当のところでいくと難しいので、何々をってあれば他動詞だよとか、いうふうに教えるのが、いいというふうにはあるんですけど、日本人の方がですね、自動詞他動詞を見極めるときのポイントは、自動詞の方はですね、A が何かするよって言ったときに、A 君、A というものが自分で何か動いてる感じ。例えば、ドアが開くって言ったらね、私がドアだとすれば、ドアが、A というドアがギーって開くみたいな感じで、ドアが開くって言ったら、ドアという A のところに当てはまるものね、これですね。A のところに当てはまるもの。こいつが開くという動作。自ら動くわけですね。A というものが自ら動くので、自動詞だよと。ね。覚えてください。さらに、火が消えると言ったら、A に当たるのは火ですよね。火というものが、自ら、消えるみたいな感じで、A が自ら自分でなんか変わっていくとか動いていくとか動作をしていくっていうふうになる場合は、これは自動詞だなっていうふうに言われます。じゃあその反対というか他のものとして他動詞というものなんですけど、これはちょっと説明がね長くなってしまうんですけど、これはこの A に当たるもの、 A に当たるもの、 A 君が参考にしましょうか。 B というもの、つまりこの B という他のものにものを動かしてる感じ、ね、A というものが B という他のものを動かしてる感じ。例えば保仙田が A ですね、ドアという B を開ける。つまりこれ今動いたのは何かって言ったら A ではなくて B というこの目的語が動きましたよね。ドアを開けるって言ったらドアがグググググ、つまり私が他のものを動かしたみたいなイメージになると、これ他動詞っていうふうにですね、他のものを動かしているイメージのものが他動詞だと言われます。保仙田が火を消すっていうのも、保仙田という A が火という B を、ね、消すという変化という動きをさせたとね、そういうことで、保仙田が A を消す、これは他動詞だというふうに考えられると。
つまり、まあ、自動詞多動詞となると、おがあるよとかね、おがないよ、おがないのが自動詞だよ、おがあるのが多動詞だよっていうふうに言われるんですけど、実は本質的な理解っていうのは、実際に A という映画の A の部分が自分で何か動いてるか、それとも A が B の A が B に何かさせてる感じ、他のものを動かしてる感じかっていうのが、この自動詞多動詞の一番の区別、一番の本質的なポイントというふうになってます。で、そうなるとこんな見分け方ができるんですよ。例えば走るね、走る見てみましょうか。古仙田が走るね、古仙田走る。でも例えば古仙田が公園を走る、古仙田が公園を走るって言った場合、あれ？オがあるじゃんかと。古仙田が公園を走る。でも見て考えてください。古仙田が公園を走るって言ったら、古仙田が A に当たりますよね。公園が B に当たるはずなんですけど、あれ？動いてるの誰だ？あ、A 君が、つまり古仙田が自ら動いてるので、古仙田が公園を走ると言ってもこれは自動詞なんですよ。実はですね、この今の公園をっていう言葉は、実は目的語のをではないっていう違う意味のをなんですよね。だからこういった見分けができるっていうのが、この本質的な理解に当たるんだということですね。まあ、ちょっとね、今の最後の方の話は難しいので、もう少し、次回の動画とかで、まあ、その目的語のをじゃないものをちょっとまとめて、そういったものがどういった動詞を、で使うのかっていうことですね、まとめていこうと思います。今日のポイントは、A 君が自ら動く場合、A が V するで、A が動く場合は自動詞。A が B を V するで、A 君が B というものを動かして、他のものを動かしている感じだと、多動詞だよっていうふうに覚えてください。ということで、古仙田式日本語教室、自動詞、多動詞って何という話でした。ちょっと難しい話なので、もし質問等ございましたら、コメントの方、にいただけたらというふうに思います。では皆さん、日本教師、頑張ってなっていきましょう。今日はありがとうございました。皆さん、最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。小学生、中学生の皆さんに向けた勉強内容や勉強方法について動画をお伝えしております。チャンネル登録、高評価お待ちしております。ではまた明日の授業で会いましょう。